じゃあもうさすっててください。さあということでね、この後もですね、まあ、あのツアブキ役の、まあ、内山君には、はい、参加してもらいたいわけなんですけれどもね、はい、この後のコーナー、まあ、はい、ていうか全員参加なんですけど、この後もそうですね、とりあえずですね、このコーナーの締めということで、ド S 的なセリフを何それ、桃ではなく下野宏に対して、はいはい、いただく方向性で、はい、一つよろしくお願いしますね、はい、それでは内山さん、もっと激しくお願いします。下野、息してんじゃねえよ。Mラジ、もっと激しくお願いします。そう、ということでふつおたのコーナーでございます。ここではリスナーの皆さんから募集したふつおたをご紹介しますよ、ということでもう早速ですね、はい、アニメの感想が、来ておりますので、こちらの方紹介したいと思います、はい、こちら S ネーム納豆トーストさんからいただきました、ありがとうございます、ね、俺も一瞬忘れかけてた、ね、危なかった危なかった、下野さんこんにちは、アニメ第1話見ましたよ。テンポが良くて泣けるところもあり、いちこともみじの掛け合いがとっても面白かったです、ということでね、菊野心がね下で呼ぶ人菊野心、まあね、菊野心がね、ああそうだね、う菊野心がね、菊野心って言うとなんか随分違和感を感じるよ俺は。菊野心ですよ。そうなんだけどさ、攻めな感じしますねこれね。え、お上からな感じします、ね、あーなるほどね、 S ポイント高いじゃないですかね。あ、先生もちゃんとその辺のポイントをこれからやってくださるということですね、お手伝いしてくださる。そんなことは言ってないです。あれ、あ、今は S じゃない、今の S じゃない、あもう S のあのね、ごめん、 S のカテゴリーがだんだん分かんなくなってきてるから、分かんないですよ。まあまあその辺はね、いろいろちょっとね考えていきたいなと思います。落ち込んだらいいんですか、はい、興奮したらいいんですか、下野が、そうですね、呼び捨てした、呼び捨てした、これあの先生もポイント加算されてきますからね。先生あれいただけちゃうんですよ、あれが欲しいっていう、あの改めて一回ゆっくりちゃんと見させてもらって、ね、ああどうぞどうぞ、はいね、メール紹介してきますから僕はね、はい、はい、色合いがね、それではね、続いてのメール紹介してまいりましょう。S ネーム梅子さんからいただきました、ありがとうございます。貧乏神がアニメ放送開始ラジオ配信開始おめでとうございます。ラジオのタイトルを初めて見た時に野菜ジュース吹き出しそうになりました。金曜日は M ラジのためにパソコンに向かいます、応援してます。貧乏神がらしくぶっ飛んだラジオを期待してます。はい、その他にもですね、ね、こちら、S ネームダルマヤウィーリーさんからいただきました、ありがとうございます。島野さんこんにちは、お勤めお疲れ様です。そしてラジオ開始おめでとうございます。多くの男性ファンが貧乏神がでラジオをやるならメインパーソナリティは花澤さんであろうと期待していたと思うのですが、その期待を裏切ってまで、メイン MC の座についた感想並び今後の抱負なんか喋ったらなんかかまされてるよ、いいんじゃないでしょうか。ラジオ開始本当におめでとうございます。S 殿高いね、 S の高い、ありがとうございます。花澤はいないのかっていうねえ、まあ、なんでお前なんだ、なんでっていうそれはこの話が来た時に俺も思ったよ正直、うん、正直だって俺の中で下野がラジオやるからってマネージャーから言われた時にああ俺はだからもみじかいちこがいるんだろうと思ってたわけ。誰かと一緒で、ね、誰かと一緒ですかって聞いたら、うん、一人ってえってなるよね、うん、飛んだド S マネージャーで別にマネージャーが一人でマネージャーが一人でやらせてくださいって売り込んだわけじゃないもん。それよりかはそうそう別にね、だってそれ誰メリットがあるの誰得なのか分からんよそんなもんね。いや下野さんも素晴らしいですから、みんな聞きたいですよ。褒めが、ラジオ聞きたいよ褒め S やな褒め S やな、うわあ、ゾクゾクするわいや花澤にこれはやらせられないってことだよね。うん、だと思う。多分もう企画の段階でなのか、多分スケジュールの関係なのか、その辺いろいろ気になるところではあるよね。ね、ね、本当にね、少なくともね、女性陣にこれはやらせられんだね。なかなかね。ゲストで来てもきついなって俺は思ったよ。前回の内山さんも相当頑張ったなと思ってたけどさ、ね、緊張してらっしゃいましたよ内山さん。僕第一回聞かせてもらってないんですけど、どんな感じだったんですか。まあもう内山さん的にはもう、はい、花から私は M ですっていう発言から始まり。初っ端からどうした本当にね、もうラジオ経験があんまりないっていうところでね、すごい緊張されてたんだなっていうところで、そうそう、はい、いやでも頑張ってましたよ。得点つくんですよね。
得点 S ポイントが S ポイントそうですね。内山さんは最終的に何ポイントやったんですか。もみじ役のね。あ、そうです、うん、ゆみさんですね。あ、5ポイントです。低っ。100点満点中5点です。まあ M って言っちゃったんだもんね。M って言っちゃったらね、そこは ねドイツポイント入らないですよ。やはり最後まで。でも5入ったんですね。5は入りました。でも1回マイナスに入って、ね、さっきあの内山君にもやってもらったけど、はい、あの S ゼリフ、 S ゼリフ、はい、あれで10ポイントで、はい、だけど5点。コーナーで10ポイントそうですね。あの総じてだとマイナス5ポイント。残念だったね。残念でしたね。まあまあね、あのこんな感じでいろいろとですね、アニメの感想とかラジオの感想だったりとかですね、まああとあのただ単に芝のヒロを罵倒するだけとかね、そういうメールでも構いませんよ。それ迷惑メールで弾かれるんじゃない？わかんないけどね。あ、まあまあそういうのもお待ちしておりますので、ぜひともね、あのどん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 メール送ってきてください。私、はい、欲しがり屋さんですから、はい、一つよろしくお願いします。以上ふつおたのコーナーでした。